アレクサンデル・ファルネルドは、スウェーデンのサッカー選手。元スウェーデン代表。ポジションは MF。ランズクルーナに生まれた。地元のランズクルーナ部はの下部組織出身で、トップチームに昇格。アルスベンス・カンデのデビュー戦で優勝した、ハンマルビー・イフから得点を奪い2から1と勝利した。2003年11月15日に、リーグアンの RC ストラスブールに移籍。 二年半の在籍中レギュラーとして活躍、兄のポントゥス・ファルネルドともプレーした。2006年夏に、ストラスブールが合格すると、四年契約で、ブンデスリーガの VFB ・シュトットガルトに移籍。2006から07シーズンは、散発的に起用され9試合に出場、クラブの優勝に貢献した。2008年7月8日にブレンビー・イーフに移籍。2011年1月18日に、 スイススーパーリーグの BSC ヤングボーイズに2014年までの契約で移籍、移籍金は明らかになっていない。2月13日にリーグデビュー。4月16日には2得点を奪った。2013年6月18日に移籍金180万ユーロの3年契約でセリエ A のトリノ FC に移籍。8月17日のコッパイタリアで初出場。10月20日に セリエ A 初得点を記録し、インテルナゼオナーレミラノとのゲームを引き分けに持ち込んだ。2013から14シーズンは控えに回ることが多かったが、14節と15節で連続得点を記録し、レギュラーを取り戻した。2016年8月9日に、母国スウェーデンの BK、ヘッケンに加入。ランズクルーナ時代に共に過ごした親友、ラスムス・リンドグレンと チームメイトになった。2016シーズンは11試合3得点であった。2017年7月22日に膝に重傷を負い、過去にも負傷した箇所であることから、双方の合意をもって11月に契約解除となった。2018年10月、ヘルシンボリーフに加入した。2020年5月14日、イフックヨーテボリに加入した。ユースの 各年代で代表として出場、U-21 代表では UEFAU-21 欧州選手権2004に出場した。A 代表には2003年2月16日のキングスカップ2003のカタール代表戦で初キャップ、当時18歳であった。4日後には太陽国代表から代表初得点を記録した。2010年を最後に5年以上代表に、 招集されない日々が続いたが、2015年3月21日に UEFA ユーロ2016予選、モルドバ代表戦、親善試合のイラン代表戦のメンバーに選ばれた。兄のポントス・ファルネルドもスウェーデン代表のサッカー選手。代表での得点一覧。ありがとうございます。